どうもソフワークスの健吾です。今日も動画を見てくださりありがとうございます。今日なんですけども、ご存知の方も多いかと思うんですけども、 Apple Watch のシリーズ5が9月の20日に発売して、僕も20日にゲットしてちょっといろいろ使ってみて試してみて、 Apple Watch シリーズ5の購入レビュー動画みたいな感じになります。最初の方は、最初前半の方は、シリーズ5のいいところとか、ちょっと気になるところみたいなところを話して、で後半はアプローチがなかった生活とアプローチがある生活のその、比較みたいな感じでお話をしたいなというふうに思います。今つけてるんですけど、このつけてるアプローチが初のアプローチっていう形になるので、今まで持ってなかった人で今ちょっと購入を検討してるっていう人向けに、ある生活とない生活の違いみたいなところをお話しできたらなというふうに思います。はい、で、まずこのシリーズ5についてのお話なんですけど、もともとシリーズ5と僕はシリーズ3のどっちかを購入するかっていうのをすごい悩みました。でなんでシリーズ3なんだよっていう話なんですけど、シリーズ5が、1週間前ぐらいに発表された時に、シリーズ3の価格がすごいぐんと下がって、今ではシリーズ最、一番低いランク、アルミニウムの、40ミリとかになると思うんですけど、それが、だいたい19,800円ぐらいで購入できるので、もう2万円切ってるんですよね、アプローチが。あ、2万円で買えるんだって思って、あ、すごい魅力的やと思ってすごい悩んだんですけど、でもやっぱりなんか初めてのアプローチだし、結構新しいものも好きなので、値段で悩んでんだったら新しい方を買おうっていう風に決意して、シリーズ3はやめてこのシリーズ5を購入しました。で、シリーズ5のいいところみたいなところをまとめたんですけど、まずその一つ目が、このディスプレイが常時表示されるっていうところがすごくいいなっていうふうに思ってます。ディスプレイが常に表示されるっていうところが一番の、Apple Watch の変更点で、シリーズ4とか3とかはこうパッっていう、その人間の動作に、僕の自分の動作に反応してディスプレイがその時に表示される、これをモーションをなくすとここが、真っ暗な状態になるっていうのが今までのアプローチのディスプレイの表示の仕方だったんですけど、今回はそうでもなくて常に表示される、24時間表示されるっていうのが、最大の特徴になってます。普通の時計ってどっから見ても時間が見れるのが当たり前なわけなんじゃないですか。でもそのシリーズ4までのアプローチはこういうちょっと微妙な体勢、こう微妙な体勢で時計を見ようとした時に、画面が反応しなくて真っ暗な状態が続いてしまうっていうのがあったので、自分でこういう動作を出さないとディスプレイが表示されないっていう、なんかちょっと面倒くさいみたいなのが結構、その持ってる方からしたらすごい結構そういう批判というか、感想っていうのもあって、でそれが今回なくなって、普通の時計と同じでどういう時、どんな角度から見ても常に時間が見れる、ディスプレイが表示されてるから時間が見れるっていうところが、最大のポイントです。で僕もやっぱり使ってみて、なんかそのシリーズ4までの表示されないっていうのを聞いてて、あ、今のシリーズ4だったら表示されないのかってなんか考える時が多くて、だからシリーズ5にしてすごい良かったな、いつでも表示されるからすごい良かったなというふうに思います。良かったなって思うところ2つ目がバッテリーです。シリーズ4も最大18時間だったかな、持つスペックだったんですけど、今回の Apple Watch も同じで18時間持ちます。でディスプレイが常に表示される状態で18時間持つので、実質バッテリーに関しては長持ちするような風に変更がされています。常時表示で、バッテリーが長持ちするっていうそこのからくりをなんか調べてみたんですけど、この今映しているのが、白と黒の文字盤になるんですけど、この文字盤がこう動いてない時があって、その、自分が視認してない時はこの色が白いところは文字が光の量が多くてバッテリーを消耗しやすいから、白を設定している時になおかつ、それを人間が視認していない時は白が黒に反転されたりとか、グレー寄りの白に反転されたりとかして、ちょっとしたところなんですけど、そういうギミックでディスプレイのバッテリーを長持ちさせるっていうギミックが使われています。でプラスアルファでそのバッテリー自体の、スペックも上がってると思うんですけど、なんかそういう細かいところまで
変更されてるのすごくいいなと思って気になりました。これは、はい、で、いいと思ったところ3つ目が色ですね。ファイングリーンっていう色なんですけど、緑のアプローチってなかなかないと思うんですけど、今回僕が購入したのはファイングリーンっていう色のアプローチです。こういう色好きで、くすんだ色といいますか、まあ、黒も一応買ってあるいるんですけど、まあ、基本こっちでいこうかなっていう風に絶妙な色ですごく気に入ってます。あとは、文字盤も増えて、文字盤とあとバンドの色っていうのがもう自由自在になるので、まあその日の洋服がシンプルすぎたらバンドの色を足してみたりとか、文字盤をちょっと柄っぽくしてみたり、まあ、その日の洋服に合わせて、アプローチの、まあ、バンドとか文字盤を変えるっていうことができるので、それがすごくなんか楽しいなっていう風に思います。まあ、実際にあの今日のファッションがシンプルすぎるなっていう時は柄物の文字盤をつけてあげるとか、逆にまあチェックのシャツとか着てたらこっちはシンプルにするとか、そういうあの切り替えというか、まあ合わせ方ができるので、なんか一つの時計を持っててもいろんな時計のように扱えるというところがすごくいいなというふうに思って、ここが多分僕の中で今一番のお気に入りポイントですかね。4つ目、これ細かいところになるんですけど、PayPay 対応、あとスイカも使えるっていうところで、まあ、PayPay、まあ、Apple Watch シリーズ5自体というかは確か OS の話になると思うんですけど、この左手で PayPay が支払えるっていうのはもう財布出さなくていいし、なんなら財布使って現金で払うよりも、まあ、ポイントがバックされるんでお得に払えて、しかも早い、はい、っていう感じで今までのは Apple Watch シリーズ5についてのお話でした。で、今からは、まあ、Apple Watch がなかった生活からある生活に変わったところの感想みたいなところをお話ししたいと思うんですけど、 iPhone だけだと通知が来るたびに毎回 iPhone を見てチェックするっていう動作があって、結構まあ Gmail とか今まで全然使ってないアプリの通知とかがなんだかんだ来たりとか、あとはまあ LINE とかチャットツールみたいなところでいろんな通知を毎日毎日受け取ってると思うんですけども、 iPhone だとパッと見た時にそこまで必要性の低い通知とかもたくさんあるのに、毎回ポケットから出したりとかしないといけなかったのが、まあ、今では振動とこの視認だけで確認ができるので、まだ1日しか使ってないんですけど、多分手放せなくなっちゃうのかなっていうふうに思っているのが率直な感想です。2つ目がアプローチ側から iPhone の場所を知らせてくれる機能がすごくいいなと思いました。まあ、iPhone ってなんだかんだ結構部屋の中でなくしたりとか、ベッドの下に潜り込んでたりとか、まあ、ソファーの裏とか、まあ、布団の中とか、 なんかシーツの裏側とか、 なんかいろいろ経験して、この間もシーツと iPhone を洗濯機の中に入れちゃってみたいなとかもあったんで、なんか結構そういう iPhone をなくしがちな人はもうアプローチを早く買ってください今テストすると、ここに iPhone があって、ノーマークが iPhone の場所を知らせてくれる機能です。こうやるとこういう感じで1回押すと1回だけ鳴ります。でこれはマナーモードの時も鳴るので、こうやってないってなったらこうやって知らせてくれる機能があって、これがもうめっちゃ便利です。4つ目なんですけど、左手で全部コンビニ支払いができるっていうところがもう 最強のポイントで、まあ、早く決済できるし、ポイントバックで安く済むし、で一石二鳥なので、自分の中でもどんどん慣れさせていきたいなというふうに思ってます。であと5つ目、1日の運動量を計測できる、知らせてくれるっていう機能がすごくいいなというふうに思いました。まあカロリーの消費を目標設定して、それを1日で達成しましょう。デスクワークをやってる人って普段の生活で意識しないと動かないとか、まあ、ジムに通ってる人とかだと大丈夫だと思うんですけど、その生活上あんまり動く生活じゃない人とかは、今日はこんだけ歩きましたよ、でも世間一般的な人間はここまで歩いてますよみたいな、成人男性として適切な運動量なのか自分を比較してもうちょっと頑張ってみましょうみたいな、その健康管理をアプローチ1台だけでできるっていうのはありがたいですよね。まあ、自分で記録したりメモを取ったりするっていうのが、今まではアプローチがない時代は多分それが普通だったと思うんですけど、もう左手で管理とその実行状況まで把握できるっていうのはもう画期的すぎて、もうこれどんどん使っていきたいなというふうに思います。はい、はい、ということで今回はシリーズ5の感想とアプローチがない生活とある生活の違いみたいなところをお話しさせていただきました。まあ、時計の域はもう超えてると思うんですけど、日常をアップデートしつつ、かつその1日の自分の生活を見直せる時計みたいな
感じで捉えています。まあ、自分の1日の適切な運動量を把握してくれたりとか1日の無駄な通知を全部左手に集約して確認の手間を省くことができたりとか、自分だとそこまで気にしたことはないけど、実はそこにもしかしたらかなりエネルギーを使ってたりとか、そこにすごいストレスを感じて1日が疲れてしまっている方も多いと思うんですよね。そんなに考えたことはないですけど、ただそういう細かいところのストレスとか結構エネルギーを使ってしまうっていうところをダメージを少なくするといいますか、快適に生活ができるようになるデバイスかなっていうふうに思いました。これからもどんどんこのアプローチシリーズ5をつけて、まあいろんな洋服を着たりとかいろんなところに出かけてみて、でそこでなんか気づいたこととかアプローチに助けられるシチュエーションとかも、そういう時を楽しみにしながらちょっと今後もこれを使っていきたいなっていうふうに思います。はい、という感じで今回はアプローチのシリーズ5の動画でした。もしこの動画がいいなって思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、Twitter と Instagram と、ブログもやってるので、そちらももしよかったら、見ていただけますとありがたいです。フォローもよろしくお願いします。はい、という感じで今回はこれで終わりたいと思います。ソフワークスの健吾でした。ありがとうございました。